もぜひ参加したいと思ったんですけど、ちょっとシャッターがなかったんですけど、どうしようかって言ったら、この壁にどうだっていう話で、それでやっていただいたんですけど、映像雰囲気は自分がちっちゃい頃育った頃の昭和30年、40年代頃の懐かしい雰囲気が出せるようにと思って、一応店作りをしております。なるべくこう来た方が親しみいただけるように、手に取ってゆっくり見ていただけるような感じの展示をしております。古いものを一緒に、古いものを手に取ってこう、なんていうか、奏でることによって、その時代に自分もタイムスリップじゃないですけど、同じ時代を共有するっていう、そういう楽しみが古美術っていうのにあるんですが、そのロマンみたいなものを楽しんでもらえればっていうふうに思っております。そうですね、古いだけっていうよりは、なんかその品物の持ってるエピソードなんかをね、一緒に共有するっていうね。創業が延宝元年1673年に京都で創業しております。最初はなんか自社関係の仕事をしてたそうで、固定ではなかったんですけども、その後お寺さんのご縁をいただいて御所に出入りするようになりまして、それで美術を扱うようになってたというふうに聞いております。日本橋へ来た、あれっていうのは天皇陛下が明治に入って、東京へ来るときに、御所の仕事をしてましたもんですから、それに従って東京出てきて日本橋の地を選んだのが日本橋とのご縁の始まりで、明治から日本橋でお世話になっています。店の多い世界ですので、ちゃんとしたものをお客さんにお勧めするのが大事なんですけれども、それ以上に僕らが働くのは、まず自分を買っていただくということが一番大事で、お客様からいかに信用していただくということが一番大事なことを言われています。それが一番大事な、はい、大阪にいるときは、とにかく旦那はその物を覚えるよりも自分の人間を作れっていうふうに、仕込んでくれたって、とにかく学校出て、もう青木さんだと喋ることがうまくできなかったので、とにかく何でもいいから喋れと、もう一日中もう喋るぐらい喋らされました。おかげで今ちょっともう喋ってないですけどつまらない感じがありますけど、ちょっと仲間がすごい共感してくれて一応名目としては地球温暖化防止を寒いギャグで地球温暖化私役というのが僕らの大事な撮影にあると思います。